初めてゲームというものに触れたのが小学1年生で、今に至るまでいろんなタイトル、いろんなゲームをやって、やっとゲームの来たかっていう。そんなゲーム愛あふれる北村さん、休日には早朝から1日中やり込んでいるといいます。2ヶ月ぐらい休みがあった時期があったんですけど、朝7時からゲームをつけて、で友達とバーってやって、ちょっと昼飯抜けるわーって 2,3 時間抜けて、またやって、気づけばこれ倒すまでは寝ませんって、